サンフレッチェ広島対 FC 町田ゼルビアです。広島町田ともに勝ち点は59です。まあ、非常にこういい連携も試合をごとに高まってきていると思いますから、まあ、藤尾選手でしたりね、望月選手はやはりこうよりパワーがある選手が、まあ、スタメンにね。前半の45分のスタートです。まずはセンターバックに戻して長いボールで前進します町田です。かなりねこう難しいゲームになると思いますから、まあ、そういったところを見ていきたいですね。加藤が行ってクロスボール東、フィニッシュまで早速行きました広島です。広島の並びは 3-4-2-1 で予想通り入りました。この位置に加藤です。ボランチに川辺、右のウィングバックは中野です。中野は左足クロス、おー、パシンシア、優勝に向けてのラストピース、ゴンサロ・パシンシア、世界を知る男がこの大一番で取りました。パシエシア、まあ、こう入っていく場所が良かったですよね。まあ、ここで一度はクリアされますけど、しっかりと川辺選手が拾って、まあ、シンプルに、ね、切り返して中野選手が上げるタイミングでうまくニアに入ってきましたよね。まあ、ここの受け手と出し手のところで非常にこうタイミングもバッチリ合いましたし、まあ、やはりこう中野選手もねパシエンシア選手がやはりこうトップを張っていることによってもうシンプルに、まあ、立ち上がりということもありましたけど、セットプレーからの得点は20あります町田。ゴールに向かうボール、面白いボールが入ってきた、混戦になるぞ、ゴールキックです。迫力がありました。迫力がありましたね。取り返して松本大使、横パス、あ、来ましたね、塩谷の右足ではなく使って加藤、ナイスキーパー谷、ビッグセーブ。いやー見事な崩しでしたね。はい、ここで笛が鳴りました。センターバックドレシェビッチリスタート、川辺前が空いています、運ぶ、引きつけて右、中野、中野枚数十分、縦に行ってクロスボール、低いボール、中野のクロス、中で待っていました、加藤目つき、前半で2-0広島です。またこう中野からですね、まあ、中盤でねこうファールを、まあ、まずこのトルガイ選手に受けましたから、まあ、そこからねこうリスタート早く、まあ、ゲームを進めて、まあ、ここで前半終了の笛です。広島町田頂上決戦2-0広島リードです。解説森崎浩二さんです。まあ、そういう戦い方が、ね、できるかどうかでしょうね。はい、さあ後半の45分のスタートです。後半は広島ボールからのスタートです。まずは最終ラインでつないでいきます。背負って受ける相馬、スイッチして藤本、ドリブラーです。藤本行く、藤本の右足、ナイスキーパー大迫、ここも止めました。加藤、松本が来た、ドーグラス・ビエイラ、ビエイラキープして川辺、川辺のミドル、オンターゲットでした。中野に戻します。中野から松本大使、川辺駿、下から行ってドーグラス・ビエイラ、ダイレクトで足を振っていきました。出し手のところにもしっかりボールホルダーにプレッシャーかけに行きますから、なかなかこう糸口が見つかってないですよね。松本大使スルーパスに反応、収めて東の左足ポスト、しっかりと、まあ、後ろの状況見えてましたから、まあ、このシュートが、ね、もう入っていれば決定的な3点目に。ここで試合終了の笛です。屈強強靭硬直折れない3本の矢、